こんにちは。今回は中長編み3目の玉編みで編む凹凸のある編み地の模様編みを紹介します。この模様は表側も裏側も同じ編み地になります。伸縮性のある編み地です。編み方を編み図で説明します。今回は模様を5個作ります。1つの模様が鎖編み2目が必要ですから、5個で10目の鎖編みを編んで編み始めます。1段目の最初は鎖編み3目を編みます。中長編みの立ち上がりは鎖編み2目ですが、間に入れる鎖編みとしてもう1目編みますので、最初は鎖編み3目を編んで、次の鎖編みに中長編み3目の玉編みを編みます。鎖編み1目を編んで、作り目も2個目の鎖編みに中長編み3目の玉編みです。鎖編み1目を入れながら、1目置きに中長編み3目の玉編みを編みます。そして2段目も1段目と同じように鎖編み3目を編んで、次に玉編みを編むのは、前段の鎖編み1目のところに中長編み3目の玉編みを編み、間に鎖編み1目を入れながら、前段の鎖編み1目のところに玉編みを編んで、最後は立ち上がりの鎖編み2目と間に入れる鎖編み3目を編んだ鎖編みのところに中長編み3目の玉編みを編みます。この編み方を繰り返します。作り目の鎖編みを10目編みます。鎖編みはここから1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10目の鎖編みを編み、最初は立ち上がりの鎖編み2目と間に入れる鎖編みで3目の鎖編みを編みます。次は中長編み3目の玉編みを編みます。針に糸をかけて鎖編み3目の根元の鎖編みのその次の鎖編みの裏山を拾って、ここに未完成な中長編みを3回編みます。針に糸をかけて引き出します。引き出す長さは立ち上がりの鎖編み2目分と同じぐらいの長さを引き出してください。これで中長編みの未完成な形が1目できました。あと2回未完成な中長編みを同じところに編みます。糸の長さを揃えてもう1回未完成な中長編みを編みます。これで未完成な中長編みが3目できました。これを一度に引き抜いて、中長編み3目の玉編みができました。鎖編み1目を編んで、次の作り目の2個目の鎖編みの裏山に、中長編み3目の玉編みを編みます。針に糸をかけて、2個目の鎖編みの裏山に針を入れ、糸をかけて長めに引き出し、糸をかけてもう一回引き出し、また糸をかけてもう一度引き出して、中長編み3目の玉編みを編みます。未完成な中長編み3目ができましたから、これを一度に引き抜いて、ここまでが中長編み3目の玉編みです。間に入れる鎖編み1目を編んで、同じように2個目の鎖編みの裏山に中長編み3目の玉編みを編みます。未完成な中長編みを3目作り、これを一度に引き抜きます。引き抜くときは、かぎ針を上に押し上げながら、
引き抜くと、一度に引き抜きやすいと思います。間に入れる鎖編み一目を編んだら、次も二個目の鎖編みの裏山に、未完成な中長編みを三目作り、これを一度に引き抜いて、中長編み三目の玉編みにし、間に入れる鎖編みを一目編みます。次は最後のところです。二個目の鎖編みの裏山に、中長編み三目の玉編みを作ります。未完成な三目を一度に引き抜きます。ここまでで中長編み三目の玉編みができました。これで一段目が完成です。5個の玉編みができました。次は2段目です。引き抜いた状態のところから2段目の鎖編みを3目編みます。編み地を裏返し、次も玉編みを編みますが、次に玉編みを編むのは、前段の玉編みと玉編みの間の鎖編み1目のところに玉編みを編みます。鎖編み1目のところに未完成な中長編みを3目作り、これを一度に引き抜いて玉編みにします。間に入れる鎖編み1目を編んで、次の鎖編み1目のところに中長編み3目の玉編みを編みます。鎖編み1目を編んで、次の鎖編み1目のところに中長編み3目の玉編みです。鎖編み1目を編んで、次の鎖編み1目のところに中長編み3目の玉編みを編みます。鎖編み1目を編んで、4個の玉編みができました。最後の玉編みは、玉編みと立ち上がりの鎖編み3目を編んだ、この間に編みます。鎖編みのスペースのところに、中長編み3目の玉編みを編んで、ここで2段目が終わります。次は3段目です。3段目も玉編みをまとめて編み上げたところから鎖編み3目を編んで編み地を裏返します。次も鎖編み1目のところに玉編みを編み、最後は鎖編み3目のところに玉編みです。中長編み3目の玉編みを編み、鎖編み1目を編んで、次の鎖編み1目のところに中長編み3目の玉編みです。鎖編み1目を入れて、同じように玉編みを編みます。鎖編み1目を入れて、鎖編み1目のところに中長編み3目の玉編みです。鎖編み1目を入れて、これで4個ですから、次が最後です。最後は玉編みと鎖編みの間のこのスペースに中長編み3目の玉編みを編みます。そして最後は、このままではすぐほどけてきますから、鎖編み一目を編んで、ここで引き抜いて、仕上げは後ろの目立たないところにとじ針で糸始末をしてください。中長編み3目の玉編みに、間に鎖編み一目を入れながら、
毎段同じ編み方で編む模様編みを紹介しました。これは玉編みですので、編み地が厚みが出ます。そしてふっくらと可愛い凹凸も出ますので、お試しください。最後まで動画をご覧いただきまして、ありがとうございます。